まあこういうふうに私は数日経って、数日どころか1週間か2週間経って、やっとこの映画が私なりに理解できたと思います。そして数週間経って私はやっとこの映画に感動しました。パーフェクトデイズ、ヴィン・ヴェンダース監督作品です。ヴィン・ヴェンダースはドイツの名匠です。代表作にパリ・テキサス・ピナ・ベーナビスタ・ソーシャル・クラブなどあります。この映画は日本語による日本で撮られた日本の映画です。この次のアカデミー外国賞の日本の出品作品になっています。この映画の主役の役所広司さんはこの間のカンヌ映画祭で主演男優賞を取りました。役所広司さんが公衆トイレの清掃員を演じます。そもそも発端は渋谷のプロジェクトですね。渋谷の17カ所の公衆トイレを更新するというプロジェクトがあって、いろんな建築家が招かれました。そして主催者側が活動の PR を目的にオムニパス映画を思いついて、そこにヴィン・ヴェンダース監督も招かれました。そこで監督は長編のアイデアを思いつきました。この映画の第一印象ですけれども、映画を見た直後の感想は、なんか釈然としなかったんですね。まあ、映画の最初から最後まで引き込まれていました。まあ、それでドラマチックなことは起きないんですね。でも何かきちんと美しすぎるというか、ユーモアがしっくりいかないというか、釈然としなかったんですが、しかし映画を見終わった後、ずっとずっと考え続けたんですね。この男性の生き方を考え続けました。そして数日経って、なんかやっと私なりに分かったというか、この映画が分かった気がしました。まあこの男の生き方ですよね。孤独を選んでるわけです。選択してるわけです。まあ孤独ですから、まあ孤独ですが、貧しいながら自分の生活をコントロールできるわけです。まあミニチュアのようにで作っちゃうわけですね、自分の生活を。まあそこに平和と小さな幸せがあります。穏やかな日々があります。この男性の生き方は最高じゃないかなと思ったんですね。しかし、果たしてそれが本当の幸せと言えるでしょうか。この映画は映画的に面白いことをしています。全般の3分の1は彼のルーティンを追うんですね。1週間。それがほぼ毎日同じなんです。で、それが見てて飽きないというかね、どっかおかしいんですよね。彼起きて顔洗って植物に水をやって、朝は必ず缶コーヒーを飲むんですね。そして夜寝るときは読書しながら寝るんです。で、仕事はですね、まあ公衆トイレのお掃除を一心不乱にします。まるで修行僧のようにトイレの便器を心を込めて磨きます。そしてお掃除道具を工夫したりして、そこに日本人の職人かたぎが出ています。そしてね、仕事の合間に光や木々、子供たちをめでたりするんです。そもそも彼はなんで清掃員になったんでしょうか。彼かなりのインテリなんですね。夜寝る前にする読書があるんですけれども、それがウィリアム・フォークナー、コーダ・アヤ、パトリシア・ハイ・スミスなんですね。フォークナーの方は光という字がちらっと見えたんで、8月の光でしょう。コーダ・アヤは木ですね。この光と木はわかります。この映画のビジュアルなモチーフが光と木なんですね。そしてパトリシア・ハイ・スミスです。彼女の本は太陽がいっぱいの原作でした。それとキャロルの原作も彼女でした。で、パトリシア・ハイ・スミスはレズビアンだったんですね。ですから、もしかしたらこの映画は彼の姪がちょっと居候に来るんですけれども、その姪がレズビアンだというのを示唆しているのかもしれません。まあレズビアンなんで、母親と何かあって家出しているっていう可能性があります。その姪のお母さん、彼氏の妹ですけれども、やってきます。
運転手付きの車がなんかでやってきます。ですからかなりの敗訴ですよね。そしてお兄さん、こんなとこに住んでんの、清掃法やってるって本当ってびっくりしてるんですね。ですから彼もかなりいい家の出です。そして彼、毎晩夢を見るんです。白黒の不安な夢を見ます。まあ、悪夢ですよね。ですから過去に何かあったんでしょう。まだ取り憑かれているんですね。デーモンが彼の中に住んでいるんです。ですから彼の生活、この仕事は彼の選択だと思うんですね。なるべく人と関わらなくていい仕事って言うんで、清掃員じゃないかと思うんですね。そしてもう明らかに彼は人間関係を避けています。それでも避けられないんですけども、いやいやなのが見えます。そして小さい親切で満足してるんですね。彼の生活は毎日がパーフェクトです。煩悩のない日々、繰り返しの日々でパーフェクトな生活なんです。しかしながら愛の予感、愛の可能性が出てくると複雑な表情をします。今まで抑えていた感情が吹き出したような非常に複雑な表情をします。カメラが役所広司さんの顔にクローズアップして長々とそれを映すんですけれども、あの表情で役所広司さんはカンヌ映画祭の男優賞を取ったと思うんですね。もう非常に複雑な表情です。いろんな感情がそこにあります。いろいろに解釈できる表情です。まあ、こういうふうに私は数日経って、数日どころか1週間か2週間経って、やっとこの映画が私なりに理解できたと思います。この映画は傷ついた心と孤独と愛の物語です。そして数週間経って私はやっとこの映画に感動しました。皆さんは彼の生活をどう思われるでしょうか。ご感想ください。パーフェクトデイズ、私の評価は A- です。ツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作、また私の見ている映画、そしてスイスでのブログみたいなこともしています。そちらもご覧になってください。